わや知ってる？医師会会長の室田九段が新道に電話したらしいよ。それで？病気かと聞いても休場届出せと勧めてもはっきりしない様子だったんだって。あのバカ。プロ辞めるのかな。わかんねえ。東野のライバルみたいなこと言われてたのに。打たなきゃ才能なんて何の意味もねえぜ。俺が打ちたいって思ったら、また俺が碁を打ったりしたら、サイは二度と戻ってこない。そんな気がする。2ヶ月ぶりの日本か。プロ試験予選迫る。元大学生三冠棋士門脇も出場か。いよいよ来週からだ。みんなはどうしてるだろう。先週の手合いの結果は、おじい真柴に勝ってる。わやは手合いなしか。振動は不先輩。あ、泉さん。なんだ、ちっとも変わってないな。ヒゲでも生やしてれば修行帰りっぽいのに。電話もらってびっくりしたぜ。中国どうだった？何？レイピン大きくなったな。はあ？そんなことしてたんだ。ああ、でそれからレイピンが俺につきまとって勉強するようになったのはいいんだけど、いつも俺を睨みつけて噛みつくみたいに横にいるんだ。ガキガキだけどさ、すごく強いんだぜ。でも結局そのレイピンと一番仲良くなったな。わや薬のおかげでさ。わや薬？レイピンが腹痛起こした時に薬やったんだ。ほら、お前が腹痛くなった時いつも飲むやつ。お前にそっくりなレイピンなら
きっと効くかなって思ってさ。どういう理屈だよ。でもそれがピタッと効いて、おかげで一気に仲良くなれたんだ。うん。で、そのチャオシーとかいうやつとの勝負はどうなったの？負けた。ヤンハイさんの MD プレイヤーはチャオに取られた。でも次にやった時は俺が勝ったんだよ。その後も何度か打って、ビザも向こうで更新してさ。とにかく2ヶ月間打てるだけ打ってきた。中国のエースや次期エースたちの中でさ、厳しい厳しい、それでも何人かには勝ったし、何より自分の碁に自信がついたよ。うん。あ、そうだ、電話で言ってた俺に聞きたいことって何？ああ、これ久しぶりに読んでたらさ、進藤先輩だったろ。どうしたのかと思ってさ。病気？俺プロ試験前にもう一度会っておきたくてさ。それで、わや？進藤の不先輩、その一曲だけじゃねえんだよ、いすみさん。え？5月からずっとなんだ。転ばないでね。さっぱりわかんねえ。ただ、あいつもう5を打つ気がないみたいなんだ。おう、いすみくん。あ、こんにちは。お久しぶりです。鳴沢先生から聞いたよ。中国で頑張ったんだって？いつ戻ったの？この前です。今度聞かせてもらえるかな、向こうの若手の話とか。いい？ええ。じゃあ近々連絡するから、よろしく。あ、天野さん。ん？進藤のこと何か聞いてませんか？進藤光る初段？はい。ずっと手合いに出てこないって。どうしても納得できないんです。それで。わからない。さっき尾形十段にも聞かれたがね、同じことを。尾形先生が？尾形先生。進藤と打った？ああ、そうだ、ゴールデンウィーク後半、日本棋院主催の囲碁ゼミの夜にな。俺が知る限り、その後あいつは手合いにも若実戦にも出てきていない。先生と打った時、何か変わったこととかありませんでしたか？変わったこと？何しろしたたかに酔っていたからな。ありがとうございました。何気にするな。それより進藤のこと、何か分かったら俺にも知らせてくれ。はい。やっぱりここにも顔を出してませんか？うん、出してりゃ俺がとっちめてら。何考えてんだてめえってよ。まあ何かあったんだろうけどな。何かって？いや、はっきりわかるわけじゃないんだけど、ほら河合さん言ってたろ、秀作巡りのこと。え、秀作って本因坊秀作ですか？ゴールデンウィークのケツだったかな、仕事中にばったりあいつに会ってよ。あ、俺タクシーの運転手やってるって知ってたっけ？でどうしたんです？なんか一人で旅でも出るみたいなんで、どこ行くって聞いたらよ、因島だって言うからさ、付き合ったんだよ。秀作の生まれたとこだからさ、俺も興味あったしよ。そしたらヤッコさん、もう行くわ行くわ、
秀作記念館のある石切神社だろう、法泉寺だろう、糸崎八幡宮行って時間寺、東京戻ってきたら巣鴨の本明寺まで、まあ忙しかったこと。で、その時の進藤どうでした？何か変なこととか？そうだな、今思えば妙に落ち着きがなかったかな。何か焦ってるみてえな。そう、何か探し物してるみてえだったな。探し物？なぜ撃たない？進藤。聞かせてもらうぞ。すみません、突然お伺いして。もう学校から帰ってくる頃なんですけど。あ、今お茶持ってきますね。ああ、お気遣いなく。埃が溜まってる。本当にずっと撃ってないんだ、進藤。ただいま。進藤。和泉さんか。光、そんなに慌ててどうしたの？サイじゃなかった。誰かがいる気配がしたから、もしかしたらって思ったけど、やっぱり、サイじゃ。さっき見えたのよ。今、あんたのお茶も持ってくるわ。俺はいい。どうもすいません。ゆっくりしていってくださいね。久しぶりだな、進藤。ああ、和泉さん中国に行ってたんだってね。ああ、二ヶ月向こうで勉強してこの間帰ってきたんだ。それよりお前どうしたんだ？和屋に聞いたら手合いも研究会もずっとサボってるって言うじゃないか。進藤。困ったな。どこか逃げ出すか。でも久しぶりに会った和泉さんをほっぽっといて逃げちゃうわけにもな。お前、東野をライバルだって言ってたよな。東野を追うのはもう無理だと思ってそれでやる気がなくなったのか？東野は関係ないよ。もう無理だと思ってってどういうこと？知らないのか。あいつはもうとんでもないところで戦ってるぜ。とんでもないとこ？商談騎士。どうや、あいつも三段になったのか。その上の今週の手合いのところを見てみろ。今日の日付だ。萩原九段、東野明三段、本因坊戦三次予選決勝。三次予選決勝？
ん？桑原先生。もう。先生の対局、もうお済みになったんですか？まさか。マノの奴が長考しとるもんでの、一服しに来たんじゃよ。当夜のせがれはどうじゃ？乱戦です。両者とも難しい。しかし、東也君がもし勝ったりしたら快挙ですよ。15歳にして三段。プロを2年目にしての本因坊戦リーグ入りですからね。今年の本因坊戦は、倉田君が惜しくも先生に敗れましたが、来年の挑戦者争いに東也君も加わってきたら、いよいよ新しい波の到来ですよ。それにしても、新藤君はどうしたんでしょうね。桑原先生や尾形先生、東野光陽先生までが注目していたというのに。なあに、苦しみも迷いも必要じゃ。天野さん、わしは何も心配しとらんよ。あ？あの小僧をプロの世界に引きずり込んだ東野のせがれが、全力で上を目指している限り、何の心配もいらんのじゃ。あやつは必ず戻ってくる。自分が向かい合うべき相手の前にな。まるで新藤君が東也君の宿命のライバルかのように言われるんですね。買いかぶりですよ。買いかぶりなもんか。東也明自身がそう思っておるんじゃから。東也、こんなところまで行ってるのか。今日勝てば桑原本因坊への挑戦権をかけてトップ棋士8人で戦うリーグ戦に仲間入りだ。どこまで力をつけてるんだあいつ。情熱は残ってるようだな。じゃあなぜ碁を打とうとしないんだ。あ、いや、別に俺はこんなの、だいたい俺が碁をやめようとどうしようと勝手だろ。碁をやめる？本気か？シンド、一曲歌おう。泉さん、俺歌ねえよ。ほっといてくれよ。俺の心配なんかするなよ。お前のことを心配して言ってるんじゃない。え？俺のために一曲打ってくれ。今日はそのために来たんだ。泉さん。シンド、覚えているか？去年のプロ試験、俺とお前との一曲。当て間違えた。俺は去年のプロ試験、俺が剥がしの反則をして投了した一曲。投了をためらった長い時間、反則をごまかせないかと考えた自分、苦い記憶だ。進藤、お前とはあの一曲が最後になってしまっている。今年のプロ試験が始まる前に、
お前ときちんと一曲打ち切りたい。進藤、頼む。俺をそこからスタートさせてくれ。いすみさん、頼む。進藤、でも俺がまた5を打ったら、サイは、進藤、お前の人生なんだから GO をやめようがとやかく言う気はないけど、でも一曲だけ俺と打ち切ってくれないか。俺のために。いすみさんのため。サイ、答えろよ。